エルベアルファンはフランスの外交官である。1956年から1965年まで在アメリカ合衆国フランス大使を務めた。外交官の家庭に生まれ法律を学び政治学の学位を取得。1930年金融観察官となる。同年ミュージックホールの歌手であるクロードレーノーと結婚したが1957年に離婚した。 1934年、トルコ政府の財政再編を支援すべく、アンカラに派遣され、商務省に入る前の1936年には、モスクワ駐在の財務官に任命された。第二次世界大戦の勃発当時、彼は、ビシー政権と対立する、在ワシントン DC フランス大使館の金融顧問であったが、1941年に同職を辞し、 ロンドンにいたシャルル・ド・ゴールに協力した。後に、フランス国民解放委員会の経済、金融及び植民地担当理事と経済担当官に任命され、ド・ゴールの側近となった。1944年にパリが解放されると、外務省の経済担当官となり、欧州の安全保障と復興に関する数々の会議に参加した。 1947年7月にはマーシャルプランを作成したパリ16カ国会議のフランス代表として出席した。1950年にフランス大使の階級に昇進し、1952年から1954年まで NATO のフランス代表を、1955年には国連のフランス常任委員を務めた。また、1956年から1965年まで、 在アメリカが州国フランス大使を務め、米仏関係において主導的役割を果たした。その中には、脱植民地下との絡みで、アルジェリア戦争を説明したことや、1958年に政権復帰したドコールが1966年に、NATO の軍事機構から離脱した際、NATO に対するフランスの立場の正当性を主張したことなどが含まれる。アンドレ・マルロを招いた、 晩餐会にて、1962年5月11日ワシントン、駐在中、妻のニコル・アルファンは、ケネディ政権の間、フランス大使館を外交施設の歓迎会で有名にした。1965年にパリに戻り、1972年まで外務事務次官を務めた。その後、中東と極東に外交施設団を派遣した。百七十七年、回顧録。 生きているという奇跡。1939年から1973年までの日誌を上司した。パリで死去。パッシー墓地に葬られた。ありがとうございます。